見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。今年、競馬界のアイドルといえば GI 桜花賞を制した戸田氏、牝馬3歳だ。白毛馬として初の記録をいくつも打ち立て、その姿を収めた写真集が発売されるなど、一大ブームとなっている。戸田氏や、かつて伝説とも言われたゴールドシップをはじめ、名だたるスターホースを育て上げた菅井直会長教師55が、日本中央競馬会 JRA を提訴したことが明らかになった。競馬担当記者が話す、2020年10月に、菅井氏が管理する馬が技位競争を制しました。その際、レースに勝った調教師、騎手、馬主が馬と並んで撮る、一人写真を撮影したことが問題視され、菅井厩舎に2馬房削減という異例の処分が下ったんです。これを不服として、敵損失と慰謝料合わせて約700万円の損害賠償を求めています。JRA は新型コロナ禍を受けて調教師へ、GI 競争に限り、一人撮影を許可すると通達していたが、菅井氏は重傷ならば OK と勘違いしていたという。菅井氏に近い関係者はこう話す。当日、カメラマンから聞き取り写真を求められた時、周囲には JRA の職員も20名近く待機していました。しかし、誰も注意しなかった。勘違いしたのも悪いが、単なる過失行為に突然、JRA が重罰を課したことに日本調教師会も、不公平だ、と不信感を抱いています。調教師会からも JRA には処分の正当性を問う質問状を送ったものの、返事はとっけないものでした。菅井氏の代理人を務める弁護士はこう話す。馬房数は調教師の収入に直結するものです。それを減らされ、大きな敵損失が発生したことへの提訴ですが、JRA にことを唱えた以上、今後、不利益を受けるかもしれません。それでも、しっかりと声を上げなければならない事態になっている、というのが、菅井さんの胸中です。処分した側は、その正当性をどう主張するのか。JRA の後藤正幸理事長を直撃すると、裁判所に持って行かれた。何も言えない、と繰り返した。改めて、JRA にも見解を尋ねたが、係争中につき、詳細は差し控えさせていただきます、との回答だった。法廷闘争の決着は、白か黒か。週刊フラッシュ2021年11月9日、16日合併号。